1921年、バン・ジョンソン・バン・ジョンソンはアメリカンリーグ設立の中心的存在であり、またその初代会長を務めた米国プロ野球役員。ジョンソンはそれまでマイナーリーグであったウェスタンリーグを当時のトップリーグであるメジャーリーグを名乗っていたがそうやで粗暴な印象を持たれていたナショナルリーグに代わり、クリーンな雰囲気を持つプロ野球リーグとして売り込んだ。 規律ある環境を作るため、新リーグでは審判員の立場を強化するためのサポートを行った。チャールズ・コミスキー、チャールズ・ソマーズ、それにジミー・マクアリアといったチームオーナーや監督の助力を得て、ジョンソンはアメリカンリーグへのトップタレントの誘い込みを行い、たちまちナショナルリーグに寄抗する勢力になった。1 9二十年代中頃、当時の米国野球コミッショナーである。 ケネソー・マウンテン・ランディストの清掃により強制的に辞任させられるまで、ジョンソンはアメリカンリーグを支配し続けた。1922年、バン・ジョンソンとベーブ・ルースをはよオ納を多くに生まれ、学位は取得していないが、マリエッタ・カレッジで法律を学んだ。その後シンシナティの地元新聞のスポーツ編集者となった。この時期に、当時シンシナティレッツの監督だったチャールズ・コミスキーと親しくなった。 そして、そのコミスキーと、レッツのオーナーであるジョン・ t ブラッシュ二人の口添えもあり、1893年当時は、さほど有名でもない一マイナーリーグに過ぎなかった、ウェスタンリーグの再編会議において会長に選出された。ジョンソンは、当時のナショナルリーグについて、そのそやな雰囲気が野球場から、子供や女性を遠ざけているのだと非難し、もっと野球を皆に、 フレンドリーなものとしなくてはならないと主張した。当時の習わしに逆行して審判員に強い権限を与え、審判員に対して尊敬を持たない選手や監督には厳しい処置を与えることを許した。また、フィールド内で汚い言葉を使った選手には罰金を課したり、出場停止処分を行った。これにより、たちまちにして、ウェスタンリーグはマイナーリーグで最強であるだけでなく、 野球界で最も効果的に運営されているリーグであると認識されるようになった。しかし、ジョンソンはメジャーリーグをもう一つ作るというもっと大きな野望を持っていた。コミスキーは1894年にレッツを去った後、スーシティのチームを買い取った上でセントポールに本拠を移していたが、このコミスキーの助けを借りてウェスタンリーグの拡大計画をスタートした。 1899年シーズン終了後、ナショナルリーグ所属のボルチモア、クリーブランド、ルイビル、ワシントン DC の各チームが解散したが、ジョンソンはグランドラピッツのフランチャイズをクリーブランドに移した。また、セントポールにあったコミスキーのチームをシカゴに移した。校舎の移動は、アメリカがソシエーション復活の試みを抑制する動きであると考えた、ナショナルリーグからも支持された。 1900年シーズンにはリーグ名をアメリカンリーグと解消したが、依然、マイナーリーグのままだった。1900年シーズンは大成功し、ジョンソンはリーグ会長契約の10年延長を得た。10月にナショナルアグリーメントから脱退した。1901年の1月28日には、アメリカンリーグがメジャーリーグとして運営されることを宣言した。そしてチームをボルチモア、ボストン、 フィラデルフィア、ワシントンにも置いた。バッファロー・バイソンズは、新生アメリカンリーグの一員になるはずだった。フランクリン監督はジョンソンから、心配ない。バッファローは、新リーグに入っていると言われていた。だが、1901年の1月29日になって、ミステラで、代わりに、ボストンに、フランチャイズが置かれた。ジョンソンは、数ヶ月間こっそりとボストンの人々と、交渉していただけでなく、 ボストンに投資まで行っていたことが後に判明した。ジョンソンはワシントンのフランチャイズにも多額の投資をしており、利害関係が1903年まで続いた。1901年、ナショナルリーグは選手の年俸上限を当時としてもかなり安い2400ドルとする基準を作るという失敗をした。ジョンソンやコミスキー及びその他のアメリカンリーグチームのオーナーは、 年俸に不満を持つナショナルリーグの選手により高い金額を約束して引き抜いた。セントルイス・ブラウンズはジェシー・バーケットとボビー・ウォレスという二人の殿堂入りクラスの選手を獲得した。最終的には100人ほどがアメリカンリーグに移籍した。2年にわたるこの NL-AL 戦争では AL が勝利し NL は講和を求めた。そしてナショナルアグリーメントでアメリカンリーグは第2の メジャーリーグとして正式に認められた。両リーグの会長及びレッツのオーナーである、ギャリー・ハーマンの三者によるナショナルコミッションが作られた。ハーマンが名目上の委員長だったが、すぐにジョンソンがこれを支配するようになった。ジョンソンは他者による自分への批判を許さず、また自分が嫌いな人物がオーナーになると厄介になるのでリーグ所属チームの買収の邪魔をした。例えば、 ハリー・フレイジーがボストン・レッドソックスを買収した1917年、ジョンソンはフレイジーのことが気に入らないという理由で当初より妨害をした。一時はクリーブランドとワシントンのチームを自分で所有することも検討していたという。フレイジーの事件はジョンソンの調落の発端となった。リーグは2つの派閥に分かれていった。レッドソックス、ホワイトソックス、 ニューヨークヤンキースによる一つの派閥と残りの5チームだ。この時までにコミスキーはジョンソンの敵になっており、二人の友情は深刻なほどに悪化していた。レッドソックスがカールメイズをヤンキースにトレードしようとした際には、ジョンソンが差し止めを命じ、それでもトレードを強行するとジョンソンはメイズを出場停止処分とした。ヤンキースは メイズの出場を求めて裁判所に提訴し、最終的にはプレーすることができたが、その審理の過程でジョンソンは、クリーブランドインディアンズに投資をしていて公平な立場を取る能力に欠けるということが暴露された。このことで、ジョンソンの威信はさらに低下した。ブラックソックス事件が、ジョンソンの勘をけに、最後の釘を打つことになった。コミスキーは、彼のホワイトソックスが、 ギャンブラーから金銭を得ているということを通知したが、これをジョンソンは無視した。しかし、1920年シーズンになってこのスキャンダルが広まった時、ホワイトソックス、レッドソックス、ヤンキースの3チームはエールを脱退して新しく12チームに拡大されたナショナルリーグに加盟すると脅した。拡大されたナショナルリーグには、デトロイトタイガースとは、 無関係のデトロイトを本拠とするチームが加入していた。ナビンはまた戦争が起こることを望んでいなかったので、他の5つのクラブに対して、ナショナルコミッションに野球とは関係のない人物を指名することを説得して回った。連邦地方裁判所判事のケネソー・マウンテン・ランディスが議長に指名された。ランディスは制限のない権限を持つ野球コミッショナーでなければ、就任しないと主張し、 ブラックソックス事件で低迷した野球人気にあえいでいるオーナーらはこのランディスの要求に同意した。共に意志の強いランディスとジョンソンが対立するのは自明だった。そして1924年のワールドシリーズ前に事件が勃発した。ランディスはニューヨークジャイアンツのメンバー2名がシーズン終盤にフィラデルフィアフィリーズ選手に矢王帳を持ちかけていたとの理由でシリーズに出場させなかった。 一方で、フランキー・フリッシュを含む3名のジャイアンツ選手はこれに関係していたが、ランディスの最低で出場停止にならなかった。このことに関して、ジョンソンはシリーズ自体をキャンセルすべきだと要求した。ランディスのやり方に関してジョンソンは公開の場で非難を行ったため、ランディスはアメリカンリーグのオーナーたちがジョンソンを黙らせなければ、辞任すると迫った。シリーズ終了後、オーナーらは 今後ジョンソンが再び同様なことをしたらやめてもらうと約束した。ジョンソンはその後2年間はおとなしく過ごし、1935年までの契約延長を果たし、年俸も4万ドルになった。しかし、1926年になって、タイカップとトリススピーカーが1919 19年に行われたゲームで八を調行為をしたとの疑惑を持たれた事件で、ランディスがこの二人に対して、 無罪方面の措置を取ったことをジョンソンが再び批判した。ランディスはアメリカンリーグはジョンソンか自分かのどちらかを取るかここで決めよと迫った。もともと AL のオーナーたちは1927年頭の年次総会でジョンソンには辞めてもらうつもりだった。実際にはジョンソンは当時体調が思わしくなかったので解任の代わりに無期限の休暇を取らせることを決定した。 ジョンソンは春になったら復職しようと考え何事もなかったかのように振る舞った。だが状況は彼が望むようには好転せず、とうとうそのシーズン終了後には辞任する羽目になった。フランク・ナビンが代理していたアメリカンリーグ会長職はオーナーたちによりインディアンズのジェネラルマネージャーだったアーネスト・バーナードに引き継がれた。ジョンソンはミズーリ州セントルイスで死亡した。66歳だった。 彼の会長職を引き継いだ ES バーナードが死んだわずか数時間後だった。1937年には野球伝道の初期選出者の一人となった。マリエッタ・カレッジの選手用フィールドハウスには彼の名が付けられている。墓はインディアナ州スペンサーのリバーサイド墓地にある。1931年にウィル・ハリチがアメリカンリーグ会長に就任した際、 同年に死んだジョンソンについてこう締めくくった彼は野球界で最も輝いた人物だった。スポーツ史の中で野球を国技とするのに誰よりも貢献した。ありがとうございます。